はい、じゅんちです。ではアイワナシェア続きをやっていきましょう。前回のパートで通常クリアはできましたので、今回からは探索パートとなります。でまずはこの町の人々の会話が変化しているかどうかとか、あと新たな何か出現しているかとか、そのあたりを探索して、でその後にはタワーエリアの、大砲とか左側のなんか行けなかったところ、行ってみたりとか、そのあたりをねやっていきたいと思います。ということでまずは町の人々に話を聞いていきたいと思いますので、変化ないところはカットしますので、ではやっていきますね。特別何か大きく変化してる様子はなさそうですね。そうですね、カメラ屋さんも一緒ですし、上行っても変わらないかなというところか。なるほど、特に会話変わってないですね。で入れないところが入れるようになっているとかいうこともなさそうですし、変化なしか。なんかこの街に来た時のパートでもお話ししたと思うんですけど、細かいところですけど、こう歩くと裏のこの街の背景がゆっくりとこう動いていって、なんかこう街の中をねしっかりとこう実際に歩いてるような感覚に陥るというか、そういう細かいところの作りもしっかりしてますよね。ここも入れないですね。一通り話したりとか、武器屋さんのね、店内に入ったりしましたが、特に変化なかったです。ということでこのスライムちゃん話していきましょうか。前回月曜日でしたが、今日は日曜日なので会話が変わると思うんですよね。では聞いていこうか。では今日はなんだか眠いからあの場所の話をするか。やはり眠くなるとあの森を思い出すわい。とある森の奥地に霧がかかった地域があっての、わしが行った時そこにはさまざまな謎解きが仕掛けられていた。脱出するだけなら容易じゃが、すべて解ききるには英語や、モード奇数変換などの知識が必要なんじゃ。今漢字書かれてるまま読んでたんですけど、私無知だったら本当申し訳ないんですけど、このモードってどういう学問、意味なんですかね。一応調べたんですけども、いまいち出てこなくて、どういうあれなんですかね。行けばわかるとは思うんですけども、どっちにしてもいろいろ調べながらやっていかないとってなところもありますし、この森はまだ行けてないので、多分この先にあるんじゃないかなと思います。どっかから行けるんじゃないかなと思いますね。以上か。これが日曜日の会話と。でここで、本当は良くないんですけども、このスライムちゃんのパソコンの曜日を取得してると思うので、パソコンのその曜日をね、私の方でこういじって、残りの火曜日から土曜日、この場で見ていきたいと思います。一応今日曜日見まして、前回の月曜日をおさらいしてから火曜から土曜やっていきましょうか。でまず月曜日のおさらいですね。ではまず前回見ましたけども、今一度、月曜日からいきましょう。では今日は月曜日だから月見に関する話でもするかと。昔マウンテンエリアは月見の名所じゃった。よくみんなで麓の洞窟の前に集まってまったり月を見たものじゃ。そういえばあそこには麓の洞窟以外にも洞窟が隠されていたの。動く針が関係していた気がするんじゃが、その洞窟は私が経験した中でもトップクラスで危険じゃった。何しろ暗くて、周りが全く見えないからの。そうそう、山のカラスを集めて倒しすぎないようにするんじゃぞ。これがめちゃめちゃ強かったボスですね。3パート前ぐらいだったかちょっと忘れちゃいましたけども、もしのろまなカラスたちを8匹すべて倒してしまったら恐ろしいことになると。これが月曜日。次は火曜日見ていきましょうか。では今日は火曜日だから火山に関する話でもするかと。火曜日、火だからということですかね。だけに、マウンテンエリアはああ見えて立派な活火山なんじゃよ。噴火した後はいつも、火口から危険な洞窟につながるんじゃ。噴火した後、噴火か。その奥深くには隠し通路や見えないブロックがあるんだとか。終わりか。これも行ってないですよね。噴火した後、噴火か。では水曜日行きましょう。では今日は水曜日だから海に関する話でもするか。オーシャンエリアの深海はモンスターが全くいない平和な場所じゃ。深海か。行けて、これも行ってないですよね。奥地には謎の植物が生えていたが、イカダの材料を取り行ったところはまだ深、あれは多分深海じゃなくて、もうちょっと多分深く行けるんじゃないかなとは思うんですけどね。いたが、そこにたどり着くのは非常に困難じゃた。急に可愛らしさを出してきますね。では木曜日ですね。では今日は木曜日だから森に関する話でもするか。オーシャンエリアの南にある森には不思議な木の実が存在する。南、何でもそれに触れるとジャンプが何度でもできるようになるんじゃ。
これも取ってないですね。しかしそのアビリティは一度ミスをすると解除されてしまう。そこでわしは考えた、一度もミスせずに進み続ければ奥地までアビリティを持っていけるとな。わしはあえなく失敗したが、もし成功すれば今まで行けなかった通路にも行けるじゃろう。あーなるほど。だけどここもたどり着けてないですね。金曜日行きましょうか。では今日は金曜日だから金に関する話でもするか、まあ、金と読むのかどっちかですかね。わしは昔モンスターと化したスライムの群れに財布を盗まれたことがあった。あ、じゃあお金の方ですね。お主もグラスエリアのスライムたちには気をつけるのじゃぞ。ところでグラスエリアの西端と東端の上空には秘密がある。しかし一筋縄ではたどり着けん。思いっきりジャンプしたり雲を乗りついたり、とにかく苦労したわいと、あ以上か、うん、これはでもなんか最初の頃に、まあ、上行ってボスがいたりとか、あと針がいっぱいあってアイテムがあったところのことを指してるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、これも今一度ね、また見ていきたいと思います。では最後土曜日聞いていきましょうか。では今日は土曜日だから洞窟に関する話でもするか、まあ、土だからですね。少し前にわしがマウンテンエリアの洞窟に行った時のことじゃ。そこには可愛らしいウサギが寝ておった。あ、これはクロウサギちゃんのことでしょうね。可愛いなと思って1時間ぐらいなでなでしてしまったわい。これまさか1時間放置するとなんか取れるとかそういうことかな。結局目は覚まさなかったようじゃが、じゃああんまり関係ないですかね。それにもイベント進んであそこにウサギちゃんいませんしね。なんでもう特にこれは気にしなくて良さそうなことだと思うんですけども、ん、お主なんじゃその偏僻な機械は。偏僻な機械、なんかきっとく持ってたっけ。バスターのことかな。ちょっとわかりませんが、110一体何のことじゃ。110って何。なんかあったっけ。ちょっとパッと思いつかないですけども、そうそう、確か洞窟までの道のりにEV 配置があったの。スライムちゃんも EV 配置はご存知なのね。そこを越えたらどこからともなく拍手が聞こえたような気がしたんじゃ。あ、これは下から上に飛んだやつじゃないかなと思いますね。取得済みだと思います。以上か。なるほど、これで一通り1週間聞けました。ということで通常クリアは果たしたんですけども、まだまだ隠しステージとか隠しボスとか潜んでいそうなので、まあ、そのあたりは順々に攻略していきましょうか。ということでまずはタワーエリアの大砲ちゃん探しに行きましょうか。一度クリアしたらこのあたりが沈むようになって、オーシャンエリア の深海と言われていたところに行けるのかなと思ったけども、そうでもないか。ということでやってきたはタワーエリアの内部なんですけども、この最初の四隅のこのマップには多分何もないでしょうね。一段上に上がりましょう。ここまで来たんですけども、あるとすればこの中の、あーでもそうか、大砲がありそうなところって、結局その危な、今なんとか避けられましたけども、ありそうなところって、そうか、怪しかった左側の景色が良さそうなところを兼ねてあそこに置かれてそうですね。うん、あおっと危な、ちょっとそこまで行きましょう。よし、これた。さて、おお、あるじゃん大砲。これに入ってでどっか飛ばされるとかそういうことかな。上押しますね。お、入った。あ容赦ないね大砲ちゃん。どこ連れてってくれるんでしょうか。どっか新しいステージに、あ、来た。おー、新マップ来ましたね。ほんと、ここなんか壁ある、なんか引っかかりますが、一回セーブして。 BGM ないね。一旦この辺り探索ね。ここはないか。下なし。右は、右は特になしで、下はこの辺りもない。針があるとかそういうわけでもなさそうですか。まあ、大砲に飛ばされて新マップやってきましたんで進めていこうか。ここもまだオーシャンエリアの続きだとは思うんですけど、うわ、ここ、まあ、このマップはもうクリア後でないと来ることができないところなので、間違いなく高難易度ステージだとは思うんですけども、あ、ウサギちゃんいた。あれ、キッドくん再会。もしかしてキッドくんもここに漂流したの。え、違う、私はキッドくんがイカさんを倒してくれた後この島に流れ着いたんだ。あー、さらわれましたもんね。なんとか枝を集めてイカダを作ったんだけど、今イカダを出せない状況になっちゃってさ。ほら、これを見て、これ、うわ
そこに刺さっているのはイカだよ。うん、見るとわかるよ。逆さになってもまだ笑顔っていう、まあそこまでいくと狂気ですよね。なんならまだちょっと息してる。うわ、また戦うかな。どうにかしてどかしたいんだけど、いくら攻撃してもびくともしないんだよ。どうしたものか。どうしたものかか。もう話せないか。あ、バスター強っ。すごいね。あ、イベントが始まりましたか。あー、でも抗議してというか、まあイカだか。タワーエリアはここから東に3日ぐらい進んだところにあるよ。じゃ結構飛ばされましたね、キッド君。食料はそこを尽きたし、もうそっちには行けなそうだね。でも西にずっと行けばオーシャンエリアの陸地に着くはずだよ。さあ乗って。あーで乗って、まあ、ニコニコしてましたね、ウサギちゃん。出航。かわいい。あら、ウサギ、ふう疲れた。あ、日が落ちましたね。結局家には帰れなかったね。でもあの洞窟で暮らすのもいいかも。モンスターはキッド君が倒してくれたし、それじゃあキッド君も気をつけて帰ってね。って、君はその靴があるんだった。あ、あのワープできるやつかな。ははははは。今日はありがとう。ちょっと楽しかったかも。じゃあまたね。あー、探索再開って言ったところかな。夕焼けバージョン、かかってる曲も変わりましたね。まあ、一旦は帰ってこれたってところだと思うんですけど、この看板は特に変わってないですかね。この先島の領海外未整備につき泳ぐべからずと。これは下は、あ、水判定なってんだ。あ、なんか水消えてんのかなと思っちゃったんですけど、一応そうか。こう夕日に照らされて、まあ、この色になってるっていう、そういう演出ですかね。でここは特になんか意味深ですけど、何もないか。まあ、相変わらず何もないって場所ですかね。で右にはもういかだがないので行けませんよね、あのタワーエリアには。ということで、おっと、ここ攻略してくって言ってももう一回クリアしてるしね。この夕焼け状態でどっか行くとちょっとイベント変わるとか、そういうことはありそうですけど、まあ、一通りちょっと行ってみましょうか。まあ、変化ないところはカットしますね。まあ、基本的には看板も一緒ですね。書かれてること一緒。ここ、まあ、一応入ってってみますけど、なんか多分変化なさそうだけど、一応行きましょう。最深部っていうか、まあ、現段階の最深部来ましたが、変化なしか。なるほど、看板も変わりなしといったところですかね。一応こっちサイドも来てみましたけども、特に変化はないですね。おっとと、そうか、これはこんな感じなのか。特になしかぽいですね。そしたら左行きましょうか。特別いつも通りのオーシャンエリアといったところですか。あ、しまった、そこ切り返し早い。それにしてもこの夕方の海ってすごく綺麗ですよね。危な、なんか夕日が海に反射してすごく綺麗。じゃあ戻ろうか。まあ戻るって言ってもあんまりこっちから戻ったとてってところはありますけど。よ、あれ、こんなんあったっけ。ここってあのマウンテンエリアのあの洞窟抜けた後ですよね。あれ、こんな7本針なんてあったっけ。ほっ、いけないか。これ何度かやってますけど、7本針はさすがにちょっと飛べないですね、距離的に。どうしてもタイミングとかではなくてこれは難しいので、まあ何かしないといけないとは思うんですけども、ここでは特に何もなさそうなんで一旦戻りましょうか、町に。で、今のキッド君のマイホームに戻ってきたんですが、ちょっと変化があって、このワープがちょっと黒く薄くなってるんですよ、ここだけ。ここタワーエリアね。ここはオーシャンエリアなんですけど、なぜかワープが機能していない。あー、なぜか機能していない。面白いイベントじゃないか。そうするとオーシャンエリアに、タワーエリアの方から来ましたけども、マウンテンエリアの方から向かってけばなんかあるんですかね。ちょっとそうですね、行ってみましょうか。あれ、あ、なんか今イベント起きました。あの家を出たら、おお、キッド帰ってたのか。今日の朝刊見たか。何やら東にある山が噴火したらしいんだ。あー、噴火イベント。この辺りにはあまり影響がなかったが、専門家の見解によると内部のケーブエリアの状況は壊滅的らしいぜ。ここまで被害が及んでなくてよかったな。な、ちょっと今長かけちゃいましたけども、ああ、曲が消えた。あ、戻った。ちょっと怖かったのだが、話変わってる？特に変わってないか。まあ、一通り
何か変化があるかどうかまず街を見ましょう。特にあの話しかけてきてくれた人のイベント以外にはあの街に変化はなかったです。ということでケーブエリア行こうかなと思うんですけど、危険な鉱山、うん、ここも変わってはないですかね。では行こうか。あ、噴火してる。そして BGM も変わってるし、この曲ちょっと私事では、あ、すごい噴火して、今まさに噴火してるところか。これ当たり判定もちろんあるよね。ちょっと今あの言いかけたんですけども、あのですね、これあ、ここ罠なくなってますね。飛んできたはずの針が飛んでこない。じゃあここもか。なるほど、私事ではあるんですけども、あのこの曲、あの私がね、数年前にあの亮太さんと一緒にアイワナを作った時に、あのコラボアイワナを作った時に私が担当したボス、オメガダークリョータさんですかね、オメガダークリョータっていうボスがいるんですけども、そのボスで使用した曲ですねすごくこう聞きなじみがあるっていうか、うわでもこれえぐいね、ランスえぐくない？なかなか、まあさすがに、うん、噴火してるというだけあって、セーブがここにあったはずのがない。このまま行けってことか。怖っ、待って、雲あったっけ。あ、ここもうなくなってますね。噴火前はあったんですけど、さすがに雲も払われてしまっているか。さて上まで、でも楽しいなこのランス避け。危ない、なんか耐久ボスやってる感じで。ここちょっとタイミング見て、怖っ、怖いな。そこの着地の時に襲われ、また落ちちゃった。せっかく登ったのに、あ、くっそ、ここまでカット。改めて聞いてますけども、なんか懐かしさと同時にやっぱこの曲かっこいいな。すごくこう鼓舞されます。さて上に上がっていく。ここはまあ、あの食らったらカットしますから、ここはもう罠はとりあえず沈んでんのか。ってことはですよ、火山噴火する前でないとあそこの隠しはいけないってことですよね。なるほど、次元イベントってことかあれは。まあ、この後また収まってイベント復活するかわからないですけど、あの右下のね、あのすごく鬼畜なダンジョン。さてここ、いやー落下むずいぞこれ、落下むずいけど行くしかない。行くよ、ここ行け、頼む、当たんないよ、当たんな、あっぶね、下まで来た。とりあえず入ります。ほっ、これ当たり判定ありそうなんで、ちょっと一回避けてセーブしてから触れる。よかった、確かめないで。いや、よかった、セーブしてから調べて。あのままデスしていたらまたの火山、あの噴火エリアからやんなきゃいけなかったですもんね。いや、よかった。でこれももちろん当たり判定はあると。そしたらまあこの先向かってくんですけども、行きましょうか。よ、ああ静かになって、あ、地下というかさらに深層部に行けますね。一旦飛び越していこうか。飛び越してこっち側を探索したいのだが、行け、あ、こっち行けないか、これ行けないですね、うん、そうしたら地下に入っていこうか。まあ、噴火して、火山が噴火してどうなったか、危な、あ、新しいマップに到着。そうしたら今回はここで終了したいと思います。まあ編集したら短くなるかもしれませんがご了承ください。まああまりガシガシと進めずにゆっくりやっていきたいと思います。ちょっとここ落ち着いた BGM かかってますけども、それがまたこの先の何かをこう示唆しているようで怖いのですが、はい、まあ、次回はねここを探索して、この先を攻略していきたいと思います。では皆さんご視聴ありがとうございました。